クラウンコンフォートは、トヨタ自動車が生産、販売していたセダン型の商用車である。タクシーとして用いることを前提に開発されたもので、従来のクラウンに比べ、後部座席の窓枠が垂直に近くなることやマフラーが、左側にあるなどの違いがある。製造は、トヨタグループのトヨタ自動車東日本東、富士工場で行われていた。社名が長いため、クラコンあるいは、 コンフォートと略されることもある。2014年9月に日産自動車のセドリック営業車が生産終了したため、姉妹車のコンフォート及びクラウンセダンとともに最後まで生産されたノッチバックセダン型タクシー専用車両である。クラウンのネームのついた車種であるが、クラウンとの結びつきは弱く、ベースは X80 系マーク2セダンである。 形式名は2008年までの 3Y ポリエチレン型。エンジン搭載モデルは UX10。2008年8月からの1 t r フップ型エンジン搭載モデルは TSS10 となる。同時に発売開始された姉妹車のコンフォートと同様、後席の寸法及び後部トランク容積を可及的、大きく取り、料金メーターや無線機、タコグラフといったタクシー用機器設置スペースを設ける。 などのタクシー向けに特化された設計が特徴である。コンフォートシリーズは、スポット溶接の箇所を減らして、車体剛性を落とすことで、40万キロメートル以上の走行にも耐えられる設計であることも特徴である。この手法は、同社の e 百1型系のカローラ、スプリンターから用いられている。日産、クルートは異なり、B ピラーの位置は左右対称である。バンパーは、 フロントリアとも上下に分割式となっており、修理性に配慮されているボディ構造はコンフォートとほぼ同一だが、コンフォートが小型タクシー枠内の全長 4590mm で、クラウンコンフォートはホイールベースを 105mm 延長して全長 4695mm で中型タクシー向けとした。フロントグリルのマークやホイールキャップは コンフォートと異なっており、デザインはクラウンのイメージを崩さない配慮がなされている。エンジンは2008年8月にこれまでのオフ 3Y ポリエチレン型からダイナやトヨエースにも搭載される DOHC VVTI の1 t r フップ型に変更され、形式も TSS10 になった。日本国外では 中国特別行政区とシンガポールで販売されており、シンガポール向けは2リットルおよび5リットル型ディーゼルエンジンが採用されている。国内向けでもドアミラー車が存在する。グレードは直列4気筒エンジン搭載のスタンダードデラックス A パッケージデラックスおよび直列6気筒 DOHC エンジン搭載でタコメーター装備のスーパーデラックスキモーちシート ウッドパネルと上級仕様のスーパーデラックス級パッケージが設定されていたが、スーパーデラックス、スーパーデラックス級パッケージは基本的に個人タクシー向けでトヨタクラウンセダンのモデルチェンジに伴い設定を廃止した。肝落ちシートは後に特装扱いで設定されるようになった。テックス車として新商社や高齢者のタクシー利用に配慮した後部座席がドア側に回転する。 ウェルキャブも設定されている。また、結婚式に向かう和装の花嫁の角隠しが、乗り降りの支障にならないよう、鉱石左側の屋根が開くスイングルーフもある。この車種のタクシーは安どを含めた前行が高くなり、東京都内の一部降下したが、通行不能になる事態が続発したため、対策として、東京無線など、安どの形状を変更した事業者もある。ありがとうございます。